どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ウィンです。ドラクエのダメージ1を定義して自分の HP を知ろう。スライムが主人公レベル1に与えるダメージ、これ大体ダメージ1なんですよ。はい、まあ1かまあ2やな、大きくて2。だから平均だと 1.5 ぐらいと思う。で、今から実物大のスライム作ります。実物大ってどれぐらいなの？ちょっと、そこからちょっとまあ計算しなあかんねんけど、はいはいはい、この量キングスライムならへん、大丈夫？いやこの量でこれで多分まあ多分10リッターか20リッターぐらいで、それを作ったスライムをぶつけます、はい、自分たちに。自分たちに。アホやなこの企画。それで、あ、今それで言うたらダメージ1なわけ。だから何回か合わせて、はい、やばい、これもう倍食らったら死んでまうわぐらいのとこまでちょっと行く。なるほどなるほどなるほど。それで大体 HP を自分で死んでまうっていう。俺たちが逆にレベルどれくらいなんだっていう、今。あ、そうそうそう。そうですね。一応着てる服、あの、布の服っていう。あー、なるほど。布の服ね。確かに。俺、捨ててこパンツだ。捨ててこパンツ。捨ててこパンツ言うたら結構割と。守備力高めやから、それ意外と守備力あるから。はい。というわけで。じゃあ、やりましょう。すな、お前。最初はあれですね、スライムがどれくらいの体積でやるかっていう。あー、そっからね。え、でもさ、結構でかい。あ、これぐらい、膝ぐらいじゃない？だからこれ、だいたいここまでってさ、20センチぐらいじゃない？こうやから、うん、これモルワイデ図法入ってる。モルワイデ図法入ってる。これモルワイデ図法入ってるな。モルワイデ図法入ってる。こうとこうあるやん。こうとここで倍掛けする。倍掛けした方がやってる。出ました。スライムの体積、およそ 9.62 リットル。そうですね。9.62 リットルです。はいはい、9.6 ってことは、まあこれよりちょい少ないぐらいでスライムを作ってぶつければいい。うん、まだそんなもんちゃうかな。スタートまで企画やな。じゃあ、スライム作っていきましょう。はいはいはい。あ、すごいすごいすごい。あ、すごいすごいすごい。うわ。うわわ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 。こうやって作られるんですね、魔王城で。魔王がこれをやってると思うと涙が止まらない。大体3のモラスモス。バラモス。あ、バラモス、そう。え、ネタバレですよ、ね、それ。ラスモスが。もう30年前のゲームやわ。ガチで怪我するってこの量、マジでほんまに。スライム強すぎるってこれちょっとですね。今の。これ狂気説あるわけ。でも今思ったら、スライム合体してキングスライムになるんだけど、合体すんのは分かんないけど、王冠ができる過程が謎やな、今思った。いや、ちょっとまあ、元々のエネルギーの保存じゃない、何かが働いてるよな。だから物質として存在してるんじゃなくて、覇気みたいな感じで、敵が強大すぎてって、王冠被ってるように見えるみたいな。あ、なるほどね。あ、それはそうかもしれない。そうかもしれない。俺らには見えてるだけ。というわけで、実物大スライム、撮ったろー！これはすごい！これスライム。これはすごい！これスライムやわ。しかもこれで終わりじゃないのか、これでやったら、これスタートラインスタート、やっとスタートラインやもん、継続のスタートラインじゃん。はいはいはい、はい、これを俺たちにぶつけていく。正直俺、ごめん、HP 俺3ぐらいかもしれない。3もあるから、HP レベル1の勇者ですら、せめて HP 25ぐらいがある。20ぐらいあるよな。スライムの攻撃。怖っ。ジュシュジュシュ。ドラー。いった。はい、今のダメージ1です。ダメージ1。まだいける、まだいける、まだいける。こいつ結構グダケチってる。こいつあの、ペチャクで。マンボウみたいな、マンボウ。じゃあ2発でいくぞ。ドラー。あ、いや、ダメージ2くらい。ダメージ2。大丈夫、まだ大丈夫。あの、黄色ゲージになりました。ドラーこれ、ここで食らったらやばいかも。あー、まあ、どこで食らうかによるな。ちなみに、今のところここで食らってたら1なんやけど、ここで食らったら最新の一撃になる。あー、確かに食い打ち。食いった最新の一撃、6のダメージ。俺は死んだ。違う、こいつスライムじゃないって。こいつスライムより強いって絶対。重っ、これマジで怖いな、これ。タタタタタ。あ
ちょっと待って、今のはちょっと、今の怖いって、今の武器として使ってる。武器や、今の。いや、お前いや、想像より重くてな、手離せへん。おもう想像より重いで、これ。いきますよ、OK。怖い。おはぁSM 企画よ。はいはい、まだでも確かに大丈夫。まだいいか。もうちょっと、それ怖いな。スライムがあの、なんか、草物が、草物が取れてたから。新しい記憶ください。でも俺思ったより HP 高いかもしれない、自分。これを結構食らっても、だってまあ死ぬ気はせえへん。いや、俺結構、死ぬだけは。私、当たりどころにはマジで当たりどころだったら死ぬんや。こいつそうやろ。お前のはだから武器なんやつ。お前のはスライム動けじゃなくて、お前の夜攻撃。これ、何の動画なんだろう。重いやこれ。あー、キングだ。今ので HP でも20削られてるわけやもんな。20削られた。嬉しい。でも自分の HP が20はあるっていうことに気づいて嬉しい。意外と面積が大きいから圧力が耐えるんよ。確かに全体に受けれる。こういった方がきついかも。なるほどね。はいはい。怖いな、これ。いや今の一番痛かった。避けてるもん、もう。いや、これで1やもんな。いや、そうやで。これ1やあいつらやばいわ。だからあいつら平気で130とか食らっとるやろ。それな、これ結構怖い。怖っ。結構怖いけど。結構怖いよ、これ。いや3、2、1。何の遊びやねんこれ。こうして我に返りそうな心に必死に無視を、人類初となる HP 測量実験は続けられた。こっちからの画角や。これ生きてる。なにこれ、この遊び。何これ。スライムが自滅した。スライムがメガネでした。メガネ。